い、何グラします。何グラをします。待ってね、消しゴムを開けたいんだけど開かない、なかなか開けた。えいえいえい、よし来た。こんにちは。はい、何グラムしますとか。はい、今回の何グラのお題はジュキの何、あ、オーディションでみんなが驚いたオーディションはどんな審査みたいなやつですね。はい、できない、そう。あ、お題を書いてくださってる方がいる。お題、10期結成オーディションの最終審査で候補生みんなが驚いたどんな審査。そう、これこれです。私が言いたかったのはどんな審査って難しくない？大喜利やもんな、これ。唯一やる機会だよ。ナングラがマジで唯一大喜利をやる機会。ガチの心霊スポットで合宿しさ、あ、これからの、なんかこれからどんなこと、そういうことがあってもできるか。審査員が全員、ああ、それ1個上の MVTI でさ、受かるかどうか決まれるのめっちゃ嫌やな。ほとんどの相性、ほとんどの人と相性がいい MVTI やったら合格みたいな。なんかどんどん言ってる。まあ NNB はナンバでお笑い、まあ面白いだから、ペアを組んで、え、確かに審査員、面接官と MBTI が相性悪いかったらこう不合格らしい。画面伸びてんね。弁当箱出してください。料理選手権、料理、あ、危ない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 、料理選手権、料理選手権、料理で決まんのか、アイドル。笑いか、うん、で、なんか誰もハーとはならんけどびっくりするようなやつがいい。最終やからな、ほんで、うん、な、
ひもなしバンジージャンプはもうダメダメ。あ、リアクション、そのリアクション。ひもなしバンジー、うん、でもそこまで来たら飛ぶんちゃう。ひもなしバンジージャンプのジャンプのリアクション審査か、NMB48 メンバーの名前を全員言えるか。あれみたいに、鬼滅みたいに富士山を、富士山峠こうじゃない峠山するのが早い順に、合格。トトンボリついやば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 いダメ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 、怒られる怒られる警察に。むずいな。ほんまにアイドルになれるかどうかは試せるけど、面白いびっくりする審査やろ。リアクションとかロケとかでも対応できるかどうかを見極める。ラーメンカップラーメンカップじゃない、ラーメン顔面ラップ。あ、確かにアベノハルカス最上階までは体力がつくね。ユミさんにタメ口を使ったら合格しちゃう。誰も合格しなさそう。現役メンバーとコンビ組んで、あー現役メンバーと先輩とどれだけ関われるか、プラス NLB48 のメンバーとして面白くあれるか。悩んじゃうね。確かに顔面ラップはマイティさんにかけては合格できるな。アイドル資格の画像を提出、長文でな、ちゃんと原稿、5000文字以内で、5000文字家族と家族はなもの関係なさすぎる。メンバーってとかも家族がドッキリやわそれも。なんか一個取れてる。マリコさんの頭どれだけ、どれだけ強、どれだけ綺麗に磨けるかみたいな。ここが取れてるよ。もういいや、取るか。無理そう、ちょっと。で、なんでこうなってんの。
もういいや。踊ってて前髪が崩れない人が、えら、あいかさん、あいかさん並みに崩れないかどうか。いろいろですね。今のところ、料理になってる人と、あと何だっけ、リアクション系？リアクション系、リアクション系もいい。バンジージャンプが出たからバンジージャンプをしながら NNB の課題曲を歌う、踊る、踊る、バンジー、パンジーって書いちゃった、バンジー。それはバンジーをしながらメンバーの名前を言う、言えるまで、全員言い決め、全員言い切れるまで上がってこれませんっていう、上まで。言い切る前に落ち切っちゃったら、もうそのブランブランした状態でメンバーの名前を言う。すぐに踊るは無理かし、叫ばす。拷問やん、やばい。定期メンバーでもむずそう。いや普通に声がかかってきた。じゃあ今日のあれ、その日の公演のお弁当を当てるゲーム。パンジーしながらむずっ、聞こえなさそう。すごいな。だってさ、その審査のうちにバンジーしとかないでさ、いつかバンジーさしてくださいって言った時にさ、なんか行きますって言えるやん。あ、もう何でもできますみたいな。もう審査の時でさバンジーをやってしまえば、もうその先何でもできるような気がする。かあれ、その何だっけ、そう、結構前にダンサブルさんがしてはったイントロ流れて即踊るみたいなやつ、あれやり、あれやってほしい。そうやったらさ、まだ、あの何、え、なんでヒロアカ持ってきてんの。ここで読もうと思って。あやみのなんぐら聞きながら、うん、生で、生で。あやみはバンジーしたことないよ。したい？うん、あきら先生にピチッとしたズボンを履かせたら合格。確かにな、確かにな、ちゃうやろ。ちゃんと性能も考えて動きやすい。アングラってお題何やったっけ、やって、あのあれ10期の
重機なんてっけ下の方にあるけど多分消えちゃった手抜くなあの10期生がびっくりするびっくりした最終審査はどんな審査みたいなってやつ。お化け屋敷はね行ったことあるけど自分で行ったことある、行ったことあるわ。あるっけ。ある、平っぱのやつ。あんなほぼお化け屋敷じゃないようなお化け屋敷。10期生オーディションの最終審査で、うん、候補生がみんな驚いた。どんな審査。あ、そうや、それ全部覚えられへん。ママはヒロアカね、原作を見始めたんですよ。ヒロアカの漫画買いました。マジで泣けちゃうよね、どこ見ても。もう4回ぐらい泣いてる。うん、どこ見ても泣けるもん。いや、なんか話してください。早くアニメやってほしいですわ。アミが一番泣いたところ。じゃあ、キモ、あ、お化け屋敷を、お化け屋敷に行ってノーリアクションやったら合格。待って、ヒロアカの話になっちゃった。ああ文化祭の感を貸してほしい。あれほんまに泣ける。でもあれはアニメの方が泣ける。アニメいいよな。うん、あれは声ありの泣き。ジェントル、ジェントル、ジェントル、ジェントル好き。なんで？ジェントルな。どっちも文化祭の話やわ。あ、いいやん。全力で追いかけてくる石田ゆうみから逃げ切ったら合格。読み終わったらドンキのゴミ箱入れ。無理。いや、いや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 。そんなあやめができない。もう何ボックスっていうの？交流ボックスみたいになってんのおもろい。ドンキのゴミ箱が捨てられちゃうよ。誰も残らない。でもあれは体力戦やから、それ体力戦やから、ユミさんにいっぱい走らせれば勝てるかもしれんよな。うん、だってユミさんさ、世代交代めちゃくちゃしんどいって言ってた。足つぼの上で課題曲もいいな。あ、それやろうやろうやろう。それひらわかより手に書いた消しゴムの意味を消しゴム買わなかったの。いや、消しゴムを変えないといけんの、なくなったから。それを手の甲に書いてんの。え、そう、あの消しゴムを、新しい消しゴム筆箱に入れなさいようなやつ。うーん、書いた、紙に書いていってんの。うん、9期のさ、9期っていうか、まあ、9期が審査員。なんで9期が決めるの。9期だから、各だから11期生が、10期生がオーディションの時は10期生が審査員してみたいな。先輩メンバーはシルエットだけで当てる審査。何倍が問われてるね。アニメになったら欲しいね。足つぼ強い闇は10期になれるなって髪、もう9期やねん。もうなってんねん。ママも10期なりたい。無理、もう遅いわ。年齢も10期なりたい。かやこさんの頭に吸盤の矢を当てられたら通過。なんかスポーツ番組みたい。あのあそこにあるさ、どこやったっけ、静岡わかんな、山梨どこかは、どっちか忘れたけどさ、あの遊園地のさ、病院のさ、お化け屋敷でさ、ゆうみさんから逃げるっていう。逃げ切れたら、逃げ切れたら、リンズの新作スウェットが出ますよ、やって。9期生が審査員になったらライバルになりそうなコートストレッシュ。
やばでも全員でさ、なんか逃走中みたいなおもろいな。うん、ハンターはもう先輩、うん、ああ、キュウキがハンターする。なんでキュウキなん？うん、1個上だから。キュウキが17人やろ、うん、候補生が最終審査で30人とかじゃない？うん、30人みんな泣くいなくなっちゃうやんそっか、1人2人タッチしたらさ、うん、もういなくなっちゃう、もういなくなっちゃうんかまあそんな細かい人数まであれか。あ、ナンバー、ナンバーのどこいいな。ナンバーで逃走中。いいやん、逃走中。賞金で、賞金はないけどNNB に加入できるっていう。で、一番逃げ切った人がセンター一番逃げ切った人ってどういうこと？最後の一人になった人。最後の一人、じゃあ最後の二人は捕まってるってこと？みんな捕まえるけど、その中から捕まった、捕まらんかった子が全員合格じゃないの？でも人数が、じゃあ最後の10人、うん、そう、最後の十何人が合格やろ。そしたら1位決められへんやん。だから最終決戦まだあんのそっから最後の一人の残った人がセンター。あー、ほんまにやってみてほしいわそれ。ぜひオーディションとかでNNB でやりたいよ。すぐ捕まりそう。闇まそれいいね。逃走中おもろい。なんかさ、あの密着を見てても面白そう。確かに密着が逃走中みたいなの。うん、だからあやめがファン側の「おおおもろ」みたいななんか今のやり方めっちゃ近重さんやった。かかれんぼよそこ見れそう。サングラスの休憩みんなこのあれあれかけて追いかけんね、スーツ着て。いいな。ミッションとかもある。ただそれはでもハンターみんながいいな。50何人、うん、対30何人100何人から決めたい。ああ、もう今の時点でってこと。最終審査ってさ、セレクションのこと、うん、それともさ、いや、セレクションのこと。だからアイミハンターアイミ足遅いからもう、ま、あのあれだよ、待ち伏せ。足遅いなりに考えて行動しますね。天下一武道会、何それ。天下一武道会天下一武道会はあのドラゴンボールの大会。へえ。天下一武道会で決める。逃走中面白そうな。うん、逃走中にしようかね。逃走中でもやり方があるから。でもこう大喜利ってこうつら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 こう長く説明したら面白くないね、うん、でもバンって出してほしいね。9期対10期で逃走中。10期受験、候補生受験生、うん、9期だけすんの。だってそしたら人数がメンバー対10期でいいんじゃん、うん、あ、現役メンバー対10期研究生じゃない、候補生で逃走中、うん、現役現役メンバー VS10 期
受験生、受験生候補生、今はどっちやった、どっちや、9期は受験生、候補生、候補生かーい候補ってどうやって書く、E 書いて、待って待って書いて、待って、ああ U 書いて、ちょっと待って待って待って、今消してるから受験を、E 書いて、縦線書いて、 U 書いて、や、うん、あれこれ転校の校やな、候補生の校で転校の校な、うん、あ、に補うか、ねえにに、せで、闘争ってどうやって書く、なんもわからへん人マジでなんもわからへん人になって、闘争って何やろ、走るはわかる、逃げるやん、逃げないの、逃げない、逃げる走るか、うん、逃げる走る、逃げる走る、逃走中、逃げる走る、これでいっか、おみんなありがとうあっ、いいんじゃないの、これを私は、え、もうこれでいいの、これでいいの、これでいっか、うん、その悩んでたらな、面白くなくなっちゃうかもしれへんから、逆にもう書いちゃう、うん、私の大喜利論、うん、考えすぎない、ピンときたやつにする、いいと思う、これが私は面白いと思うのでケーキの中であゆみが一番足遅いんや、ポノピーを見てください、ポノピーです、遅いて、ポノピーです、10期何人ぐらい入んやろな、な、でもさ、みんな見に行ってるやろ、お、大きく、大き、ん、多くなさすぎたらいいな、今回何もらえるの、やって、え、何が、あのさ、謎やってんけどさ、うん、え、うん、え、え、何、今回はなんかさ、ナングラーで、うん、あやみのルームの、うん、ランキング1位の人に、うん、あやみのサイン入り写デジタル写真、写メ、うん、がもらえるって書いてんだけど、それってあやみがナングラーで入賞しないとあかんってこと、多分そうやと思う、あやみが1位、2位、3位に入った入ったら、ら、その、あやみの1位、2位、3位、1位、2位の方かな、1位、2位、3位の3位の方がなんかもらえるってことやろ、多分、うーん、だからそもそもあやみが1位、2位、3位に入らないとダメってこと、なるほど、そうなのか、あやみがもらえるのは、うん、か入賞したらもらえるのはペアで行ける高級ホテルのアフタヌーンティー、そう、松、うん、2位が竹、うん、誰と行こうかな、ママ、そうです、せっかくならメンバーがいいよな、わかにゃんさん誘おうかな、うわ、わかにゃんさんと行けたらいいな、な、うわ , 笑い方が気持ち悪いママとは行ってくれません、わかにゃんさんと行くそうです、だってママとはいつでも行けるやん、行かれへんけど、行けたらいいよ高級やもんな、でも好きな人と行き、うん、3枚とかやったら家族で行きたいんけどさ、3枚、うん、3枚も3枚、うん、ペアチケットじゃなくて3枚3人分、うん、とかやったら、ま、みんなで行きたいんけど家族、3枚やったらでもあやみとわかにゃんと、なんで個人にいいかなと、いや4人になっちゃった痛いよ、猫、猫ちゃん、豆ですね、犯人は、はい、できた、
見えてるかな、ちょっと。いいやん、いいやん。あ、見えてる。現役メンバー VS 10期候補生で逃走中。はい、いいやん、いいやん。ケンちゃんと笹岡さんとあやみやってママは自腹か。いいやん、いいやん。カレパンさん運転すんねんて。バイバイ、頑張って、気をつけて、気をつけて、事故らないようにね。晩ご飯何？今日の。今日はうどん。何うどん？鶏。嘘。豚の残りと決定。聞かへんのかい聞いてるね豚の残りとレタスと豆腐と春雨と、何グラって早いもん順やから早い方にした方がいいな。せやか、食べ過ぎて一日中体調悪すぎてんて、悪かってんて。グリッチさんが、え、わかる。ママも昨日、うん、昨日もつ鍋食べたらさ、なんかうーってなった。それは油のせいでもありそう。え、油のせいで。長崎麺多い。せやね、うん、麺好きやね。麺好きやから。あと 1時間配信できんのか。配信好きが出てんねん。十期生の方ですか。自己紹介お願いします。違います。豆が暴れてる。9期生です。かゆ、高校生の方大丈夫やって当てるな。うん、え、なアバターさん、いつさゲットできるようになるんやろ。いつやろな。早くアミも自分も自分のアバターにしたいけど、ママカさんのアバターを変えたくもない。あ、おった。ちゃうかった。おった。見て、これ前の、今まで使ってた、粘ったよね。え、で、それもう捨てちゃうの？うん、捨てないよ。まだ使えるやん。うん。どうするの？なんかこういう家で使う。硬い。いや、普通の機種。最後の最後とかどうしてたかな？消しゴムの最後覚えてない。こういう家の余った腕箱とかに入れてる。バイバイ。で、新しく使う君これだよ。かわいい。かわいいでしょ。クロミタンのアーチ。いや、もうアーチは絶対に譲れない。消しやすい？うん、消しやすい。ダメの筆箱紹介でもしとこ。筆箱紹介。もう大量に入ってるよ。いる。見て、もうこれ全部筆箱の中身。え？これの中に入ってんねん全部。すごいでしょ。すごいな。こんなパンパンに入んの？うん。こうちっこいこのゆきみちゃんの中に入れてます。まずね、クロミちゃんでしょ、クロミちゃんでしょ、で、クロミちゃんでしょ、で、クロミちゃんでしょ、で、クロミちゃんです。そんなクロミちゃんの方が多かったっけ。うん、すごいな、どう集めたな。集めたよ。でも全部ママが買ってくれた。確かこれとこれは同じ時に買ってん。で、これは最近買って、これはいつ買ったか忘れたけど2回目ぐらい。消しゴム、クロミちゃんやと消し惜しまない。うん、消し惜しみ、あの、ね、消し惜しみする。アーチの方が優しくて、クロミちゃんが最後まで残るようになってるね。めっちゃよくできてるな。そう、アーチってこの
ここに点線があってね、なくなってきたらここを後ろから破って、すごい、あの短く、ここをカバーを短くしてくねんけど、でそれが最後の最後にクロミちゃんがおるから、すごくアーチさんが好きですで普通に普通に好き、クロミちゃんのシャーペンかける2本で夢の国のボールペン、それママのやろ、ちゃうで、これママがアメにくれたやつ、くれたっけ、一本だけあげるって言われてこれもらったそれママのお気に入りの夢の国のボールペン、これ濃くていいよね、そうやね、濃くてなんかいいね、うん、でもボールペン2本入ってんねんけど、じゃあ 0.5 で多分 0.3 かな、え、お前ボールペンないからってこの間買わされたやん、これも出へん、あんまりあるやん、ないん、うん、けど入ってる、ボールペン、ボールペン、でこれは黒と赤が出ない青と緑用のボールペン、わかる、青と緑残るよな、残る、だから今頑張って使って、社会の時とかの振り仮名付きに使ってます、でこれあれあれで買った、あれあれで買った、あれあああれで買った、あれ GSGK、 そう GSGK で買った、あれ、へえ、ちゃんと持ってんねや、うん、かわいい、でね、ネームペンこれで今日消しゴムって書きましたそれで書いたの消えるそう消えると赤ボールペンね、赤ボールペンもなくなるから買いに行かんといけない、そして5本の蛍光ペン、もう1個の学校に置きっぱの筆箱にはもっと入ってます、オレンジとか、オレンジとか灰色とかいろいろ入ってる、濃い赤、濃い水色とかで、クロミちゃんじゃない普通のバージョン、普通のバージョンのシャーペンでしょ、で文房、間違え、文房具じゃないわ物差しとハサミ、これすごいでしょ、すごいでしょ、そんないんの、うん、ノリ、ちょ整理しないといけないなって思ってる、ちょっと赤、緑とさ青のやつは別々にした方が正直場所取らないかなって思ってる、と消しゴムと修正テープ、このハサミ便利ですよ、で閉じます、はい、パンパンよく入る、入る、ここ、あ、待って待って、1本入れ忘れてた、トガイちゃんのボールペンじゃない、シャーペン、今日さ、うん、これ見てさ、うん、泣きそうになった、トガイちゃん見て、なんでやねん、うん、トガちゃんを見て、やめて、まだママ見てない、そこまでいろいろ考えちゃうのよね、終わり、お腹パンパンだよ、お腹すいた、あゆみは食べる、食べる、もう7時じゃん、7時よいしょ、早く食べたいよ、お腹が空いたよ、はい、あっちに行こう、あっちに行こう、あっちに行こう、待って、わかった、わかった、そう、8時、目指してテレビです、8時8分じゃなくて8時8分、8時8分やね、ママの中では7時だよね、8時8分って何のテレビ、目覚ましテレビ、そうじゃん、8時8分、目覚ましテレビじゃない、そういうこと、見た、あ、なんか豆が靴に馴染んでる、私と共に
なんかめっちゃ狭ないな。なんかナイフ探してきます。24巻の裏表紙のトガちゃんかわいい。24巻読んでます今。あれ、あの宗教みたいなやつ戦ってる。宗教じゃない、解放、解放、解放戦線。宗教なの、解放戦線みたいなやつじゃない宗教じゃないんだ。よし、そう24巻やったっけが、あの、そう、僕のミラノアカデミアっていう表紙、あの題名に変えられてる表紙やねんな。え、そうなの？ミランって書いてるで、ヒーローのところ。僕のミラノアカデミアやになってさせられてね。ミランしか出てこんから、ほぼ。そこもほんまに泣けちゃう。泣けちゃうっけ？泣けちゃうよ。そこの話で一回トガ死亡説が出た。ヴィランはヴィランやけど、それぞれが仲間思いでって感じで泣けちゃう。お腹空いた。仲間思いやったらなんでヴィランになんねやろ。だからしんどいからやろ、世界が。世界がしんどいってだけで悪者になるの？うん、だってさ、今はさ、まだなんかさ、そのヒーローとかさ、そういうさ、何、ちょっとファンタジー見たことがないやんか、ここは。やから分からんと思うけどさ、向こうやったらさだからママにはその気持ちは分からんと思うけどだってさ、向こうはさ、向こうってどこ、向こう、ヒロアカの世界はさ、ヒーローは暴力振るうこと許されてんのに、ヴィランは暴力振るうこと許されてないねんで、同じことしてるだけなのに、立場で違うだけでさ、ペラ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 てる。いろん、同じことじゃないやん。人を助けてるか人を苦しめてるかも違うじゃない。でもさ、そのヴィランの行動だって誰かのことを助けてるかもしれへんね。そんなことない。なことあるねん。なことない。助かってるか。うん、助かってるそれでヴィラン推しなん。それだとか、ヒミコ推しやん、もう。それでヒーロー、ヒーローもいいやつがいい。ヒーローも助かってる人もおるけど、その裏では苦しんでる人もおるかもしらん。ヒーローのせいで、ヴィランもヴィランのおかげで助かってる人もおるけど、苦しんでる人もおる。おるか、おるから言ってるな。でも悪いことはしたらあかんねんね。だってヒーローのせいで嫁打ちしちゃってんもんね。あ、テロップ変えるわ。テロップな。お前、リサちゃんがコナンの話してるとき、もうちょっと早い、もっと早い。逆にあって、ヴィラン NMB おもろい。人気出るかな。でもちゃんと好きよ、ヒーローも。ジロー教科が可愛いから。ジロー教科推しか。うん、ママおちゃこちゃんが好きや。おちゃこちゃんか。おちゃこちゃん可愛い。ママおちゃこちゃんが好きになった。おちゃこちゃんのあの初々しい感じが可愛い。うららかささおかにしようかな、名前やめとこう。うららかっていう名字がいい。うららかって可愛いよな。テスト、うん、テストの時時間食いそうやけど。うららかおちゃこってめっちゃテストの時時間かけそうやそう。でも顔がきいやん。そうやな。爆豪かつきかかりそう。きぬがさやみは、え、地味にかかる。そう、うん、まあ、あ、全部が普通以上あるみたいな感じ、うんうん、え、そうかな、そうでもなくない。 1,2,3,4,5、 あ、6。
何うどんやったっけ今日。鶏なんとか。いや違う鶏じゃないね。僕は鶏だし。あ鶏だし。僕はワンピース語るなら早口なりそうやって。ワンピース好きなんや。な分からん読まれへん。初めましてではないけど読まれへん。泉って名前扱いなの。泉上。分からん。それつゆちゃんも可愛い。つゆちゃんと呼んで。つゆちゃんと。それにちゃんと従う真面目いいだが好き。言い直してる。泉神幸男やって。泉神さん。泉か、あ、伊豆神や、伊豆神。本名フルネームなのか。伊豆神幸男。もうすぐ先輩になるのか楽しみやなって。楽しみ？分からへん。実感分からへん、ね、まだ。どんな気持ちやったの？あゆめは小学校の時に自習、宿題がの自主ノートに好きな勉強を何ページ好きなことを何ページ以上書くみたいな感じやったんけど、それをあゆめはトガちゃんで4ページぐらい埋めました。トガちゃんのことについて書いたら、えっ、それで NMB のことについても書いてたやんな。うん、歌詞の考察とか書いてたやんや。その時まだそう、その時あのそうクロスの解説書いた。解説あ、違う、解説、入る前もさ、うん、あれやん、入る前もシングル順とかに並べたやん。あ、並べたし、メンバーも何基準とか、何基準、あ、基準に、あの、ノートに書いて提出してたやん。加入基準に提出してたし、 NNB の歌詞とかも書いてたし、それでなんかそれを考察したりしてたし、トガちゃんのことを語ったら4ページぐらい埋まったし、さすがになんかいろんなこと書きすぎてよう頑張ってたなって思う。それのさ、チームに 入れてんもんな。うん、先生めっちゃびっくりしてたよな。なんかいいもの見せてもらいましたって言ってた。6年生の時の担任の先生、めちゃくちゃオタ小学生って、めちゃくちゃドルオタ小学生やった。ドルオタってか NMB オタク小学生。そうやな、アイドルじゃなかったな普通に。 NMB しかしなかった逆に。どんな先輩なら分からへんよな。だって年上の後輩やろ。年上の後輩、後輩っていうか、でも年上感が強そう、うん、まあどんな子が入ってくるかによるけど。ほんでお腹が空いたので何か食べたい。ちょっと待って、もうできます。氷、うどん、どんに行くか。あゆみがヒーローで好きなのは誰？あ、マウントレディとミッドナイト。女ばっかりやん。そうや、女の子大好き。女の子大好き。じゃあそのな、そのミッドナイトの、ちゃちゃちゃ、あのマウントレディの裏表激しいとこが好きや、おもろいねん、好きやねん。なんて激しいんや、あの人。うん、めちゃ、あのさ、まあ男の人が言いました、なんかおごってって言いました、オッケー、あ、なんかぶりっ子でおごってみたいに言ってオッケーって言ったら、その人の目の前でめっちゃ太い声でよっしゃーって言ったりしてる。へー、もうそれ裏表て、裏表っていうか、なんていうの、逆に、逆にないんかな、その対応の差が好き。ミッドナイト先生はちょっと言えへんけど泣けるよねっていう、感動しちゃう。そう、めっちゃデカなる。アニメの話ばっかりコメント読んでる。アニメって、20歳の人に敬語使われるって何って感じ。初めましてすぎてびっくり。どうなんだよな。な、
あみのもだっておはようございますって感じなんですよ。そうなるよな。そうなるよ。20歳やねんもんな。いやママもさあれやん、資格取ったん大人になってからやったからさ。そうやな、あの年下の先輩、年下の先輩めっちゃ多いで、多いっていうか多かった。でもなんか自分がめっちゃなんていう、その道でこう初心者というかさ、うん、下っ端ってめっちゃ思ってるから、うん、普通になんていう、敬える、全然敬ってる。まめちゃん食べてる、かわいい。聞いてない。ね、姿消すのやめてもろていい？喉が可愛いじゃん。撮ってって言ってたら撮るやん。だって、じゃないと料理が出てくるのもすごい。変わらんよ、水入れるぐらいで。コップ取って、氷入れて、水を入れて、口に入れます。姿消すのやめてもろって。自由すぎる。なんかさ、今日10期生のこのさ、ショールーム見てたらさ、もう初々しくてさ、うん、ガヤミもさ、最初こうやってさ、なんか一生懸命一個ずつコメント読んで、何々さん、何々ですか、そうです、何々です、誰々さん、何々ですか、そう、何々ですって答えてたのに、今やもうさ、なんかもううろちょろうろちょろして、よそ見して。そのなだと年齢差ってそんなに関係ない。関係なかった、年齢差。関係ないかった。もうお前自分が入ったのは下やから自分が下って感じ？うん。やし、なんかその職種の経歴もその人の方が長いから、うん、よく知ってることが多いから、うん、え、これってどうやってするんですかって。うん。ママがその時29とか30とか、うん、で22歳の先輩とかに。あこれどうやってやるんですか？わからんね。面白い。だって自分もその年齢と思っちゃうぐらいって言ってたくない？あ、ん？どういうこと？だから周りがそういう若い子ばっかやから自分もその子たちと同じぐらいの年齢に思っちゃうみたいな。そうやね。29歳の自覚なかったん、多分。先輩メンバーも私年数重ねて気が違って大人って。確かにな、レイコさんとかユミさん、レイコさんとユミさんとかがな。え、コウヘイムシさん今そんな感じなんやって、環境。へえー、移動して、4月に移動して大変なの。うん、頑張って。ママ今は29じゃないです、当時です。その時の話やな。あ、もう社員の中では一番年上で上司やけど先輩には敬語使ってるし、向こうも、あー確かにそうや、お互いさ敬語使う関係になっちゃうよね、そういうの。あー、お互い敬語な。でも辞めてからはもうなんかほぼタメ口になってるちゃん付けで呼んでるし、仲良しって感じ。前髪が長い。今日さちょっとさ雨降っててさ、めっちゃケープってか思った。雨降ってたからさ、うん、絶対乱れてるやろなと思って。え、巻きが取れてるのよね。よし、できた、できた、できた、できました。入れ忘れた。ああ。いらん。どっちでもいいよ。どっちでもいいが一番困るって言うよね。どっちでもいいが困るわけ、なんでもいいが困るか。どっちでもいいが困る。なんでもいいよ、めっちゃ言っちゃう。だってなんでもいいんだもん。だってなんでもいい意味のなんでもいいよな。サラダ。マジで何でも好きやし、何でも食べたいから
ら29歳のママ、29歳の時のママそんな今と変わらない、うん、変わらなさそうそんな変わらん、うん、24くらいの時がもうベストやったから、あやみ4歳、あやみ4歳でママ24歳、25歳くらいの時がもうダントツで可愛かったかな、うん、豆が暴れた、春雨入れてやって、いるか、ちょい年齢さらす、もうさもう言ってしまったからさ、そうで、ママ年齢も公開してるから、ちなみは基本食べれるねんけ、食べれはするけど気分じゃないものは食べられへん、なんか何気分じゃないものって、なんかさその日のトナケンの気分によっては重いものとかそういうご飯系とか麺系とか食べられへん、好き嫌いの話じゃないのこれは、え食べれんねん普通に、好き嫌いはないけど、何でもいける、じゃがいもとじゃがいもは食べれるやん、だって食べられへん、食べれるけど食べられへん、あの食べ、ほんまに食べられへんものは何、じゃがいも食べてるやん、じゃあ出されてるから食べてる、ポテトサラダも食べてるし、コロッケも食べてるし、コロッケはいけるの、コロッケはじゃがいもやねん、実はだから、あ、辛いものや、あめっちゃ辛いとか無理なだけやろ、ママあんま得意じゃないな、きなこ、うん、きなこも食べれる、もう食べられへんくなった、え逆に、うん、ちょっとなんか丸ついてる、あ丸つけたよそれまだ期限いけるから、5月までやから後半は、何が、じゃがいも無理やけどコロッケいける、え、そうそうそう、発酵されてるやん、だからあの肉じゃがとかのじゃがいもとか無理、え食べてるやん、食べてないじゃがいも、あれ食べてるし、避けてるで全部、じゃがいも食べやってママ言ってるやん、だから食べてんね、言われてるから言われへんから食べへんよ、そうなんや、うん、言われてもほんまに無理はない、何言われても無理、カレーカレー、間違えた、辛いもの、あ今カレーのハッシュポテトもいけるね、加工されてるから、もうハッシュポテトはもうザラザラ感がないからさ、じゃがいものなんかホロホロじゃがじゃがじゃがじゃないわ、ホロホロじゃがじゃがザラザラ感が無理ね、ホロホロじゃがじゃが、あなんか悪さされてるの、拾ってくれへん、メリットいたよね、ポテチはもうジャガイモじゃない、あれはほぼ半分以上油、どうしよう、入れてあげよう、やったね、綺麗に入れよう、お肉いっぱい、あーやっぱサラダいっぱい、サラダじゃない、サラダいっぱい、どうぞお好きにどうぞ、あのそうだからあんまいらんでやろ、だからその太い、いらん、太いポテトは無理、まあもう太いポテトフライあんまり、だからマックとかの細いポテトはいける、じゃがいもない、ミニがじゃがいも感がないから、で焼き芋はいき、あ焼き芋ってかあのさつまいもとか里芋とかの他の芋系はいける、うん、じゃがいもが無理やね、卵の黄身ははうん苦手、あのもう完全に焼かれてるやつは、そうケンタッキーのとかユニバのハンバーガー屋さんのやつとか苦手、ポテト、うん太いから、豆腐食べなさい、でかいでかいな、でかい
一個でいいするの。一個がいい。だって八個入ってるんで。じゃ七個食べて。なんでママが七個食べながらの豆腐ばかり。ここにも豆腐あるのに。見せて。忘れてた。いや別に見せないけど。食べたすぎて。見えない。見えない。私シルカこぼれる。シグラこぼれる。ここが限界。前髪なんか。オニオンリングはいける。あのジャガイモじゃないから。待って、見え、全然見てる。全然見てる。あやみすら全然見えない。あっつ。はい、食べよう。いただきます。演技のお仕事で太いポテトを大好きの少女の役が来てしまった。どうしようって。そんなピンポイントなことある？細いのにしてくださいっていう。うん。ジャガーバターは？うん。あんま食べへん。本当のジャガーバター？本当のジャガーバターって何？お菓子であるやん。ジャガーバター味？うん。この丸いサクサクの。それのことジャガーバターはって言わんやん。ジャガーバターは無理。食べへん？うん。なんか北海道の時もあんま食べてなかったやろ。北海道って。うん。見てない。うーん、いただきます。来た来た。はい、サラダ、うん、結局うどん映らなかったやって。そう、ないんか。汁こぼれそうやったから。そうか。ママは豆腐をたくさん食べます。うん。にわまる会議のこと忘れてんねん。何？え？にわまる会議のこと忘れててん、ママ。何？何ってママの目標。やばいねん。何だっけ？あ、いつも一緒やん。体重？うん。やばい。ちょっとほんま油断して忘れてて。じゃあ豆腐いっぱい食べよう。豆腐ばっかり食べよう。豆腐とお水いっぱい飲もう。そうするわ。やばいねん。お水いっぱい飲んでいっぱい動こう。ちょっと油断してるねんな。バーガーキングのポテトって太いらしいで、さっきコメントに書いてた。ダメだね。じゃあセットじゃないやつ頼むわ。単品頼む。単品。うん。でもマックでもあんまポテト頼んなかった。もうマック行くか。ナンバーパークスの方の。あ、バーガーキングじゃなくて、うん、マクドに行く、うん。うん。バーガーキング塩濃くて美味しかったって。うん。うんうんうん。あ、土屋さん仕事終わったやって。お疲れ様です。お疲れ様です。うどんあるよ。そう、でもうちさ、カレーさ、じゃがいも入ってなくない？じゃがいも入れへん。カレーにじゃがいも入れない。そうだからそうね。マックの方はね、マックカフェやからさ、デザートもある。うん。で、広いし。熱っ。うんふん。日高浩二さんが家に着きました。ただいまやって、うん。おかえり。なんでママが言ってるの？食べてんのか。昼ガチ盛りラーメン食べてしまった。ガチ盛りラーメンって何がガチ盛りなの？すべてが。チャーシューとかがいっぱい。どうなったら春雨いらんの。そうやんな、うん、春雨いらんよな。春雨も炭水化物だもんな。ダメじゃん。よくよく考えたら。マックのマカロン食べたことあるの？マックのマカロンはない。うーん、
あ、二郎系。なるほど、二郎系食べたことないよな、うん、ママたち。おすすめある？二郎系の食べてみたいねんな。絶対食べられへんなと思う。あやみ、うん、一回行ってみよう、二人で、うんうん、西馬に聞いてみようかな、おすすめの二郎系、うん、カレーにじゃがいもの切ってあるんだ、見れないね、うん、でもシチューには入っててほしい。やってシチューには入れてるっけ。もうシチューあんま作れへんな。カレーシチュー作るんやったらもうカレールー入れちゃうかも。え、なんでシチュー作ろうと思ってシチューの途中までやったけど、カレー食べようって言って、うん、カレーになっちゃう、うん、カレー好き。でもシチューもたまに食べる。じゃがいも必須やって、うん、なコナンのマックまだ食べてないねんな。次に立つたそう、油淋チーズ、うん、そう、チキンタツタのチーズが食べたいけど、うん、チーズは油淋鶏の方しかないから、うん、何、うん、困るなやるって普通のさ、チキンタツタの方にさ、うん、チーズを入れてくださいはさ、うん、断られるのかな、うん、あるで、他にメニューであんねんもうえ、チキンタツタみたい。じゃあチキンタツタパンが違うやん。うん、まあパン違うけど、チキンタツタがいいねん。パン？じゃあチキンタツタ、うん、あ、うん、チキンタツタという存在がいいね、うん、でもチーズも入っててほしい。ノスタやって、ちょっとスクショ撮っとこう。歴史を刻めと二郎系な。ノスタどこ？セブンイレブンの向かいにあるの。あ、めっちゃ並んでるとこか。うん、あそこ。うちのカレー何やったっけ？ゴールデンカレーや。うちはゴールデンカレーです。ゴールデンカレーの甘口です。まあ中華は食べれる？いや、甘口かも。ノスタおすすめやって。ノスタね。そうする。じゃあ。豚山ってとこも美味しいね。うん、ママはもう今キヨウのトマトつけ麺余りまくってて、毎日食べれるやん毎日は食べてないね。だからそれも太る原因やんな、うん、ラーメンやもんな。トマトつけ麺さ、食べたことある？ないよ。めっちゃ美味しかったよ、うん、ママ今さ週2で食べてる。ナンバー行くとき絶対トマトつけ麺。テンナの M 見に行った帰りもトマトつけ麺食べたし、うん、この間のあやみの夜公演見に行った後もトマトつけ麺食べたし、20やろ、うん、この前あやみ出たんいつ？14?10?10 に出た時も食べた。その後も一人で行った、うん。ちなみに何グラって何になりましたやって。さあ、確かに今日行けば笹岡さんに会えるかもしれん。いや、ほんまに食べてんねん。トマトつけ麺一人でいるねん。そんなに美味しいつけ麺があるんだって。なんかそ、めっちゃ美味しい、めっちゃなんていうの、なんかめっちゃ特別な感じはしないんだけど、うん、美味しいねんな。トマトってことで罪悪感もちょっとダメやるよな多分え、ミルも好きやったんや。一緒やん、ミルンと。
っていう味噌にもおすすめしてた。乗った企業から歩いて2分ぐらい近いね。いやあのセブンイレブンとかやろ。ああそこか。トマトつけ麺食べてみてほしい。えでもなんかそんな普通やったらどうしよう。でもまあもう一回あれ友達に進む。友達がめっちゃ好きで、うん、友達がさ食べててんやん横で、うん、で何それみたいな、うん、トマトつけ麺ってみたいな感じで見てて、でいや一口食べてみって言われて一口食べて、うん、まあ普通に美味しいぐらいみたいな、うん、って思ってたけど、うん、なんかふとあれあの味もう一回食べたいみたいな、うん、思い出して、食べてんねん。トマトつけ麺メンバーがよく話してたから初めて来た時に食べに行った。企業ラーメン食べた時ポストしたら X フォローされた。でもあみもさ企業さんに確かフォローあげたから、あげたっけね企業の写真。うん、うん、分からん。え、じゃあ夢の話か。分からない。でもなんか謎にさ器用の方にフォローされたっていうさ、記憶があるねんけど夢これ、うん、金龍ラーメン行ったことないよな。どこそれ。あの罠かの横とか、うんうんうん、罠かの横とか、なんかさその道頓堀あたりにもなかった？うん、端っこ道路側、うん、ね、だし特麦の、ママ行ったよそこ、だしかのやろ、だしかの行ったよ友達と、行ったことないな、美味しかった、お、なんかおしゃれだった、うん。見かけはする、見たことある店を。いや、キリンジ待ち合わせの時にさ、そう言ってもうた。キリンジに行ったよな、うん、もう体がくぐりや、ほんまにそう、よいしょ、ゴムないある、あるな、うん、金龍はご飯おかわりする、え、ノスタ行ってみる、近いし、キムチも食べ放題って、キムチは大丈夫です。だしかの普通に塩ラーメンのまま、塩ラーメンなんか最後バジル入れていいよみたいな、おしゃれ、バジルを自分ですりつぶして、うん、すりつぶして、うん、入れて、14も世代交代あったっけ。え、そうやんな、14世代交代やったやんな。じゃあもう14で出るわ。じゃあその時もトマトつけ麺食べてる。14、うん、えぐ、14、17、あったな、そや、14、17、20トマトつけ麺、今のところトマトつけ麺たまりすぎ。じゃあ今度さ、うん、ナンバーのお迎えの時連れてって。どこに？トマト。トマトつけ麺？いや、やっぱだしかの。だしかのはな、開いてないの、多分8時ぐらい閉まるの早い。あ、だから休みの日とか。休みの日の2人でナンバー行ってだしかの行くの。食べたいやん。公演終わりが閉まってるやん。うん。あ、練習終わりか。うん。あ、ラーメンが好きですってさ、うん、通ったことあるよな、あのハートのとこ。ああ、うんうん、なんかネクスト四角は聞いたことある。ネクスト四角、うん、西山が結構言ってる。カムクラ、カムクラね、カムクラって白菜のとこ、あれやんな、あの神座やんな、神座、そうそうそう。あ、ちょちよさん見たよ、あやみぽ、あやみリスト、ありがとう。ちょちよさんとりなちゃんと
ラーメンが好きですっていう二郎系ラーメンなら少し女子向け。へえ。悩みリストほら見て。ああ。載せてくれてたよ。こんな今かい。もうちょっと見せてこっち側に。今いい。うん。ラーメンが好きで美味しいんや。悩みリストありがとう。ねそれ14あったわ確か。うん。確かは鍵開けで行ってねの方がいいの。そうネクスト資格は西山ちゃんが結構紹介してるいろんな人に。確かの資格ネクスト資格って伝わったかも。このうどん何人前？2多いよな。悪い。ラーメンが好きです。美味しいんや。あ、お前おすすめの美味しい店もあやみリストに。あ、いいやん。あやみリストに載せて。みゆちゃんに認知してもらってます。すごい。みゆちゃんファン多そうや。すごい。ママ無限ラーメンが好きや。あ、あそこ行ったところ。心斎橋にもあるし。うん、心斎橋のとこは通ったことある。あの、あそこの近く。あの、リンゴ飴屋さんの近く。あ、店員さんショップありがたい。テヨさんショップ？ああ。長さんが載せてくれたあやみリスト。ありがとうございます。だしが効いてるね。うん。ちょ、なんかいろいろあって。ちょっとこれで入れたらよくない？今10期のオーディションしてるね。ね。今ちょっとあゆみはうどんを取り皿に移すので集中してるのでちょっと静かです。よっしゃ。今おうどん食べてます。え、あと10分で終わりやって。うまい。うまいな。弁天屋ってラーメン屋のラーメンが好き。弁天屋ね。ジュッキーが今日さん配信してる中でわしはここにいるか。ありがとうございます皆さん本当にね。本当にね。本当にね。あいも先輩がぜ。やっちゃうよ。おはようございます。先輩がで復活？おはよう。おはよう。おはよう。今日髪型かわいいね。先輩がで復活な。あよもくんや。ラジオ休憩中やか。頑張れ。塩ラーメンなら鳥取県の本当部屋が美味しい。遠い。ちょっと今んとこ行く予定ないかも。劇場の近くで美味しいうどん屋ありますか？うどん屋？うどん屋さんあんま行ったことない。あやこちゃん、劇場の横の安いとこ？うん、あそこまま行ったよ。さ、たまに結構なんか人おる。なんかあのサラリーマンのおじさんがめっちゃ多い。一人で来てる人が。うん、なんか安かった。300〜400円ぐらい。え、いいじゃん。普通に美味しかった。肉吸えばあれ何？暴風警報出てんの？先輩風のやろ？松屋？あ、そういうこと？うん、先輩風吹きすぎて暴風警報が出てるってことか。うん、なるほどね。稲のろ？稲のろじゃない稲の字？
稲のろ。ちょっとスクショ撮っとこう。松屋かな、松屋ってとこやった気がする。多分なんか古とかちょっとなんか昔ながらみたいな、うん、稲の字か。うん、こういうさ水にひたひたのキャベツ好き。あんたそれキャベツやと思って食べてんの？レタスか。いつになったらキャベツとレタスの違いがわかるのかしら。でも考えてみて、まだ生まれて13年しか経ってないの。いや13年もあったらキャベツとレタス覚えるやん。ほんでさ記憶あるの5歳からか、実質8年ぐらいしか記憶ないねんで。ほんでさ小学4年生ぐらいまではほんまにどっちがどっちか分からへんからさ、実質6ん4年ぐらいの記憶しかないねん。4年ぐらいでキャベツとレタス分かるやろ。分かりません。おだれやねんと分かる。そうやろ。だってママ何歳か分かった？ママキャベツとレタス、うん、うーん、でもでも小学生のうちには理解してたね。さすがにキャベツとレタスは分からんけど、その2つと白菜の違いは分かる。それは分かる。キャベツとレタスが微妙な、うん、うん、そう同じやん、科が一緒なんやから、つまり一緒。うーん、エレベーターとエスカレーターは分かるようになった。エレベーターとエスカレーターの覚え方わかる？分からん。ママ知ってんねん。ママそれでスッと出てくるようになって。10もう20超えてから。エスカレーターは階段の方やから、うん、エスカレーターにカーって入ってね。階段のカー？そう、うん、階段のカーの入ってる方がエスカレーターやね、うん、あーなるほどね。すごくない？へ、階段やからエスカレーターの川や、なんかもうさ、うん、川と思っとけば階段の川やからもうすぐエスカレーターって出てくんね。マミは長い方がエスカレーあえ間違えた、長い方があのかエスカレーターって文字が長い方が階段って思って、覚え方一緒やって。階段の川、うん。いやそれもめっちゃわかりやすいし、口に出すときもすぐで出せる。いやなんかカゴに乗るけどエレベーターやめて。でもカゴっていうイメージがないからやめて。それでも普通に覚えた、なんか覚え方とかじゃなくて、忘れるよ。どっちやったっけってなる。文字数が長い方がエスカレーター。なんか階段って長いやん、うん、だからエスカレーターって覚えてた、うん、人間歴13年にはヒラメとカレイの違いは分からんやろ。やって分かる？分からん。まあもう分からん。人間歴33年やけど分からん。どっちかがどっちか向いてんやろ、うん。待って、同じ魚やん。そんなん言い出したら胃に入ったら一緒や。難波のおすすめのラーメンは器用ですか？そんなことないけど、今のブームが器用のトマトつけ麺ってだけで、うん、いっぱい美味しい。難波は右がカレーらしい。左ひらめ、右カレー。右、何が右やったカレーなの？どういうこと？あ、そういうことや。誕生日マナー。誕生日マナー。安いのと高いの。なるほどね。ちょっと水、水分。顔は右？どっちが右かが分からなくなるよな。
楽しいな、ショールームって。レタスとキャベツも家に入ったら一緒やから、一緒そうじゃないよ。うわ、マスオさん帰宅間に合ったやって、もう頑丈やります。オール魚目が左に。13位でこまちびとさん、ありがとうございます。12位こうへいさん、ありがとうございます。11位 GHP さん、ありがとうございます。10位ハリポーターメガネのひげおじさん、ありがとうございます。9位さとくんさん、ありがとうございます。8位やしじさん、ありがとうございます。7位けさん、ありがとうございます。6位ギャンちゃんさん、ありがとうございます。5位けんちゃん、ありがとうございます。4位の原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。3位たくまさん、ありがとうございます。2位柳さん、ありがとうございます。そして1位はブロスさんでした、ありがとうございます。じゃあこれでさ、あゆみがもし何バラにさ、何グラ、何グラか、あゆみがさ何グラにランクインしたら、ブロスさんと柳さんと高政さんがなんかお土産もらえるってこと、お土産じゃない、なんていうの、プレゼントもらえるってこと、そういうことではない。かえちゃん何グラがあったその月の、その月のなんのあれじゃん、なんかとなんかあるやん、ランク、ちゃうんじゃん、その日のランクじゃないとさ変わるやん。その日のランクじゃない。あ、ほら、ナングラ配信終了時のランキング1位やで。だから今の、今の1、2、3位ってことじゃないの。あやみちゃん、ナンバラ出て、まあ、あやみちゃん、ナンバラ出てほしい。ナンバラ出るときは痩せないとね。なんで、うん、お腹出るから痩せてるやん。アイコマミリさんも今仕事終わったって、遅くまでお疲れ様ですね。あ、へえ、ショールーム側のタイミングらしいので、ランキング用のタイミングとは違うらしい。なるほど。ナンバラ出て、ナンバラ出て、みんながさ大人、上の人にさ、あゆみちゃん出してって抗議しよう、みんなで。みんなで、あやみちゃんを見たいですって一緒に言おう。あやみちゃんを出してくださいって、ママアンケートに書くわ。なんの歯の毛が冷たい。でも終わっちゃうやん。そうやで、バイバイ。吉本は上、冷たい。